日本の厚揚げ機の生揚げと、油揚げベトナムの厚揚げ。紀炎山小瓶と案件にて、厚揚げは、豆腐を厚めに切り油で揚げた食品であり、揚げ豆腐の一種。油揚げとは違い、内部が豆腐の状態を保つように十分には揚げないので、生揚げとも呼ばれる。表面の実を油で揚げることで、豆腐の食感を残したまま香ばしさが加わっているため、煮物にした。 菜の味の染み込みも良い。また、絹ごし豆腐を使用したものは、絹厚揚げと呼ばれ、通常の生揚げよりも柔らかく食感が滑らかである。最近では、もっちりとした食感のものなども販売されている。作り方は、しっかり水を切った豆腐を半丁程度に切り、摂氏180度から摂氏200度の高温の油で揚げる。表面が濃い狐色になったら、油から引き上げる。 生揚げの名の通り、十分に揚げないまま、中身を生豆腐の状態に保つことが要点である。油揚げのように調味しない料理が多く、焼いたり煮たり温めて、生姜醤油で食べることもあり、その他はおでんの種にしたりすることが多い。おでん以外の煮物料理も多い。なお、ベトナムにも厚揚げ豆腐に相当するものがある。ありがとうございます。